ドッグスポーツとは一定のルールに従って犬の身体機能と技能を競う競技である。幅広い活動を含み人間が参加するものと犬だけで行うものとがある。欧米ではテレビ媒体で放映されるほどの人気を誇るアジリティ等から一部の熱狂的なファンによってのみ続けられている競技もあり、人の行う文化的アクティビティの発展とともに 日々新しいドッグスポーツが生まれていると言っても過言ではない。犬同士が競うスポーツ競技。犬のみが行う競技は個体の持つ本能や身体能力等、犬種の特性を活かしたものが多く、例としてレーシング、バーンハンティング、刀剣等が挙げられる。犬と人間が共同で行う競技は犬の身体能力に加え、人間の指示のもとに、 犬が身につけた特別な技能を競うものが多く、例として、服従競技、牧羊競技などが挙げられる。アジリティ競技で、A フレームに上るアラスカンマラミュートイーカは、幅広いドッグスポーツの一覧である。一部で、ドッグスポーツであると、認知されている信仰のスポーツ競技も含む。サンダンス、K-101 を A's to do more w アドッグ・メイクユ e アドッグ A. スーパードーグウィズスポーツ、ゲームズ、エクササイゼズ、トリックス、メンタルチャレンジズ、クラフツ、アンドボンディング、ベイバリー、MA、クオリブックスデイリードッグウォーカー UK35 ス、アニュアルカナディアン・ジャーマンシェパードドッグチャンピオンシップス、アンドシーガーショー。ありがとうございます。